さん。はい、皆さんこんにちは、森泉です。今日何をやっていくかと考えてたんですけど、視聴者さんのご意見を聞いた上で動画作ってみたいと思いました。今回の動画内容は森泉流スピンサーブのやり方についてご説明していきたいと思います。 YouTube 動画なんですが、そんなに本数まで出してないので、いわゆる実践プレイしてないので、あと湯気みたいになっちゃうと思うんですよ。なのであんまりね、出すかね正直悩んだ部分なんですが、やっぱりこうね、教えてくださいって言うと結構嬉しいものですよ早く体幹が使えるようになったら、実践で僕のやってたことを皆さんにお伝えしていきたいなと思いますので、皆さんチャンネル登録して待っててください。では早速やっていきたいと思います。スタート。基本的に僕のサーブの構えは、右足を前に出しておへそら辺で打ってます。持ち方なんですが、ちょうどねこの羽の間を人差し指で持って親指で閉じ込めます。体のある方向に向いて、僕の場合はね、本当に引いて押すだけなので、こっち向きにしてます。昔はね、羽ごとねこうやって打ってたんですけど、やっぱり一番スピンかけやすいなって、まあくるくるーっとできるなと思ったのは、この打ち方で、大体真ん中らへんかちょっと上らへんを打ってます。まあ実際にどうやって打つか、まあちょっと正面ですけどやってみたいと思います。方なんですけど、まあね、基本的には正面向いてもらって、まあ、サトルは基本的にこうやって打たない。僕が教えてもらったのはレールっていうのかな、電車のレールみたいにこう滑らかに押していくを教わったので、まあ、僕もねずっとこう十何年間ねバドミントンやって、まあ、押すっていうのを意識するようになってから、まあ、だいぶ安定するのかなって僕は思っております。まあ、実際ね打つと左利いてポンポンポンって。まあ、実際ねこうやって引いてです思います。まあ、僕の中だとね、こうシャトルの中心をこう吸ってくるくるくるっていうイメージになるので、僕の場合はちょっと上に持ち上げるような感じですね。くるくるします。次にスピンサーブなんですが、こう切ると ねあんまり僕やんないやり方ですが、こうね、なんていうの、ちょっとこうね斜め下に切るサーブをね、切るとこれがブラーンってなるんですけど、あ、ちょっと切れました。こんな感じだ。こんな感じ、下向きに切る。で、もう一つのやり方は、これちょっとピンサーに近くなるのであんまりやんないですけど、上にかぶせる、上にちょっとかぶせるとくるくるっとシャトルが出ます。ちょっとねこれやりすぎるとね人間関係のトラブルの音になるので、あんまりね大げさにやんない方がいいと思うので、まあ、大げさに今僕やってるんですけど、もっとバレないようにやらないといけないと思うので、ただね、やっぱバドミントンは楽しんでやんなきゃいけないと思うんで、まあね、実際体感があれば僕のねちょっとサーブをデビューしたいなと思うんですが、じゃあね次ね、最後に森泉のサーブ、ピンサーっていうか、まあくるくるするサーブどうやってですか、まあ、このままやっていきたいと思います。ポンポン、ちょっとこう気持ち上に持っていくような、まあ、結構ね、ふわっていくんですけど、最終的に、下に行くようなサーブになるので、まあね、これはね、感覚になるので、まあ、自分に合った、まあ、サーブの打ち方とか、こう、向きとか、持ち方もそうですけど、見つけていくと良いかと思います。はい。ですね。で、僕自身ね、そんなにね、今、こう、ちゃんとうまく伝えられてない部分が多くてね、いや、本当にね、うまくバドミントンしたい。なんで、今だからこそ、
できるね。研究っていうのがあるんですよ。まあだから僕のね言ってることが全て正しいわけじゃなくて、自分でねいろんなね動画見て、いろんな人のプレイ見て、本当に吸収と勉強をして、で自分で実践して、まあこうアウトプットっていうんですかね、まあしっかりとこう勉強できればいいかなと思うので、自分で研究してみてください。ぽい。こんな感じです。こんな感じ。僕のサーブはゴミクをこうこうする。あ、そうそう、こんな感じ。大げさにやるとこんな感じかな。おしまーい。どうでしたか？サーブもそうなんですけど、人からねこう例えば教えてもらって素直に受け止めてから、こう自分ですね、こういろんな人の意見聞いてから試行錯誤していくと、まあ、一番ね自分に合ったいいサーブが作れると思うので、ぜひぜひ皆さんもいろいろ試してみてください。あの、僕28歳なんですけど、もうねサーブはね10年間研究しました。本当にねいろんな人に聞いて、で今一番合うまあ打ち方になりますので、ぜひ参考にしてってください。では最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをお待ちしております。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。今後の森泉にご期待ください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おしまーい。バイバーイ。